はいどうもブラッドです。さあ今日はねこちら現地6月7日にエンゼルスの監督ジョー・マッドン監督が解任させられたということで、その解任に至るまで、そして僕の感想、最後に後任の監督についても話していきますので、ぜひとも最後までご覧いただければ嬉しいです。それではやっていきましょう。まずはマッドン監督の監督としてのキャリアを紹介します。初めて正式に監督になったのはレイズでした。2006年から2014年の9年間務め上げました。その中でプレーオフ進出が4回、さらにア・リーグの最優秀監督を2回受賞するなど、監督としての才能を大いに発揮し、レイズの黄金期を築き上げました。特に強かったのが2008年、最後はフィリーズに敗れたものの、球団初の世界一まであと一歩のところまで行きました。この時のメンバーといえばですね、カルロス・ペーニャ、エヴァン・ロンゴリア、BJ ・アプトン、カール・クロフォード、また岩村明憲さんもいたので覚えてる方多いと思います。投手陣で言えばマット・ガーザ、スコット・キャズミア、ジェームズ・シールズなど、先発ローテ5人が全員2桁勝つなど盤石の投手陣でもありましたね。ちなみにこの年のエンゼルスはレギュラーシーズンね、メジャー最多の100勝と圧倒的強さを誇っていたんですが、地区シリーズでレッドソックスにあっさり敗退しています。そしてレイズでの任期を終えたマッドン監督、すぐにカブスに招かれます。2015年から2019年、5年間ですね。コロナ禍でプレーオフ実に4回、ナ・リーグ最優秀監督も1回受賞しています。そして中でもね、やはりこれですね、2016年、見事ワールドシリーズを制覇、実に108年ぶりの優勝、ヤギの呪いを解いたということでね、非常に話題にもなりましたし、この勝利がね、マッドン監督の名将という地位を揺るぎなくした、そう言ってもいいと思います。当時のメンバーといえば、クリス・ブライアンとアンソニー・リゾといった2人の主砲、さらにベン・ゾブリスト、ハビア・バイエズ、デクスター・ファウラーなど、メジャートップクラスの攻撃力が武器でした。さらに先発陣、ジョン・レスター、ジェイク・アリエタ、カイル・ヘンドリクスなど、こちらもローテ5人が全員2桁以上勝つ、素晴らしい先発陣でしたね。そしてカブスの監督を終えた後、すぐ翌年にエンゼルスの監督となります。エンゼルスはこの時点で5年間プレーオフ進出がなかったということで、なんとしてもねマッドン監督のね手腕を借りたいと、そういう気持ちだったんでしょうね。僕もね大物監督来たぞと非常にね嬉しかったですね。やっぱりただ1年目、短縮シーズンとなった2020年は負け越し、打撃陣はなかなか良かったんですけれどね、投手陣防御率5点台とメジャーの中でも下位の方で負けが込んでしまいましたね。そして2021年は大谷選手の大ブレイクはあったものの、アンソニー・レンドン、マイク・トラウトが立て続けに怪我をしてしまい、またもシーズン負け越しの4位、なかなか戦力が揃わない状況でね、マッドン監督も苦しかったと思います。そして今年解任された時点で27勝29敗、借金が2、首位のアストロズとは 8.5 ゲーム差離れていました。この数字だけ見るとね、まだ100試合以上ありますし、まだ巻き返せるんじゃないか、解任は早いんじゃないかと思う方もいるかもしれません。ちなみにマッドン監督解任の4日前に解任されたフィリーズのジラルディ監督、こちらは解任時22勝29敗7つの負け越しでしたので、これと比べてもねちょっとマッドン監督早いんじゃないかなという気はします。ただそこに至る経緯がねちょっと衝撃でしたね。2022年のエンゼルスはね、開幕からねもうこれ以上ないぐらい勝ってました。5月15日の時点で貯金がピークの11、首位のアストロズとゲーム差で並んでたんですね。この時点で得点はメジャートップ、防御率もメジャー4位と素晴らしい戦いぶりをしてました。もうね正直ね僕も驚きました。こんなに勝っていいのって、まあ優勝予想はしてたんですけれども、こんなにね投打ともうまくいっていいのかなと、テイラーウォードというプレゼントもありました。それがねなんということでしょう、勝てない、一切勝てない、まさかのまさかの12連敗、これ解任までですからね、まだこの先まだまだ続きますから、もういつ止まるかね楽しみにしてます。逆にごめんなさい、ちょっと話それましたね、戻します。こういったね衝撃の連敗があったので、マッドン監督が責任を取らされたという形で解任されました。でここからねちょっと僕の感想を話させてもらいます。まずマッドン監督、
2年とちょっとの間お疲れ様でした。本当に。でね、やっぱりね、今回こうしてね途中で解任したっていうのはね、やっぱ寂しい。単純にね、大谷選手が入団して日本のメディアでねマッドン監督取り上げられることも多かったですし、シンプルにね愛着が湧いてたので、その監督がいなくなるのはやっぱね寂しい。あとね、去年一昨年とまともな戦力整わずに、ようやく今年ね、まずまず少なくともね開幕からは好調でいい戦力整ってきたなと、今年はね采配の振るいがいがあるぞと。マッドン監督のね試合後のコメントとか見てもね、かなりねチームを誇りに、選手一人一人を誇りに思ってね、誰一人悪いこと言わず前向きなコメントばっか残してね、今年こそはねいけるぞという気持ちできっといたんでしょうけれども、悪夢の連敗でまさかの解任。マッドン監督のことを思うとね、本当にこっちもね悔しいというかね、非常にやっぱね残念です。本当に。あとはねやっぱりね大谷選手のことですね。あれだけ個人の選手のね気持ちを尊重して自由にやらせてあげるっていうね、マッドン監督のやり方がなければ、去年のね大谷選手投打二刀流のね大活躍、 MVP、 もう世界に知られる存在ですよ。これはねマッドン監督なくしてはありえなかったですから、本当にこれに関してはね大谷選手を支えてくれてありがとうと、そういう気持ちですね。まあそもそもね本当に責任を取る必要があったのかいっていうこともあるんですけどね、確かにね12連敗しましたけれども、マッドン監督の采配が悪いっていうことはね全然僕はなかったと思います。まずね相手が強すぎた。ブルージェイズもヤンキースもね調子よく連勝してましたし、フィリーズもね直前でジラルディが解任ということでかなり勢いづいてましたし、ボストンも連勝中。相手が強すぎたっていうのがまず一つありますね。あともう一つ原因は怪我人、個人の成績がね低すぎる。ウォードもレンドンもいない。さらには大谷選手もトラウトも不振、他の野手も投手陣も不振。あれだけ不振だったらね誰が率いても同じだったと思います。確かにね系投が裏目に出て打たれるっていうことはねちょこちょこありました。ただそれもね系投には絶対的な正解はないと思いますし、登板させられたピッチャーがねしっかりと役目を果たせば何の問題もないわけですから、これもやっぱりね選手のね調子が悪かっただけと私は思っています。ただこれはね、皆さんもねご承知だと思いますし、解任させたペリー・ミナシアン GM もそうやって発言してます。マッドン監督が悪かったとは思っていないと。ただチーム状況が一向に良くならず、何かを変えるべきだと思ったから解任したということですので、マッドン監督は正直何にもね悪くなかったと思います。ただ GM がね今回マッドン監督を解任に至ったっていうのは一個気になる点があって、マッドン監督解任が決まった直後にねインタビューで、フロントからのデータ提供が多いと、不必要な時にデータを持ってこないでほしいと、そういうね胸の発言をしています。それがね解任に至ったで一つの理由だったんじゃないかなと思いますね。本当に何もないんだったらね別にマッドン監督でいいわけですから、おそらくミナシアン GM フロント陣が、まあ、こういうデータをね活用して動いてくれということを指示しているにもかかわらず、マッドンはマッドンでそのデータは使いたくない、データは少なくしてくれ、現場でやるからみたいなね、これはね完全にね僕の妄想です。ただ解任直後のインタビューでねそういうことがポロッと出たのでちょっと気になりましたね。まあこういうねちょっとリアルなね原因がなかったにしても、 GM のね解任した気持ち、これはね分かります。あれだけ負けてるからね何かしなきゃいけない。ミナシアン見てればね分かります。今季本当にねエンゼルスをねプレーオフに導こうとしてる、その気持ちはねすごい伝わります。補強もねうまくいったと思います。だからねこの決断を僕は尊重してね、とにかくこの先のエンゼルスの活躍をね期待するのみです。あとさっきねマッドン監督の解任直後のインタビューの話しましたけれども、これねみんな大好き MN スポーツさんで翻訳動画上がってますので、これ説明欄に置いときますんで、ぜひねまだ見てない方見てみてください。
マッドン監督ね、解任されたにもかかわらず、選手のこと、チームのことをね、本当に思って発言してくれてますので、ぜひとも聞いてみてください。さあ最後に、ここからは後任の話についてお話しします。後任にはフィル・ネビン監督代行となります。今季入団した三塁ベースコーチです。このままフィル・ネビン監督で今季は最後まで行くそうです。また大谷選手のね起用法なんですけれども、それは今までと同じだと変えないとはっきり明言してますので、大谷選手のファンの皆さんはご安心ください。まあ、むしろ最近ね調子悪いので、むしろ起用法変えてほしいっていう方もねいるかもしれませんがね。でフィル・ネビンは2005年から6年テキサスレンジャーズで選手だったんですけれども、その時ね球団スタッフだった現在の GM ミナシアンと同僚でした。まあ、同僚といってもね関わりがあったのか分かりませんし、今回のね監督代行に任命したっていうのもね関係あるのかないのかっていうのも分かりません。あとねメジャーの監督は初めてなんですけれども、独立リーグあるいはマイナーでの監督歴は豊富です。また選手としてねドラフト全体1位指名でプロ入りしてるんですけれども、ドラフト全体1位指名だった人物が監督をやるのはメジャーで初です。また選手としてねメジャーで12年、ホームランね208本、オールスターに出たこともあります。シーズン40本もね記録したことがある立派な実績を持っているフィル・ネビンです。これからの戦い、ネビン采配もねもちろん楽しみなんですけれども、やはりねまずは選手個々がねしっかり力を発揮してくれることを祈るばかりです。はい、それではね今回の動画以上といたします。ご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録、高評価、Twitter で毎日メジャーリーグの試合の結果投稿してます。ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた別の動画で会いましょう。